日本の柱の残る劇場跡アルルのビーナスアルルの古代劇場は紀元前一世紀末に建造されたローマ劇場の遺跡アルルの古代遺跡群の中でも円形闘技場に次ぐ規模を誇った巨大建築物の遺跡であり現在は市内の他のローマ遺跡等とともにユネスコの世界遺産に登録されている劇場は3つの部分に分かれていた川や 役者たちが芝居を披露する舞台、そして美しく飾られた壁面である。カウェアは直径102メートルの階段上座席で1万人を収容できた。この数字は、アルルでは円形闘技場の2分の1の規模に当たる。この座席では観客たちは社会階級に応じて分けられていた。内側の階段席やオーケストラ席には貴族や騎士などが陣取った。 当時の部隊は幅50メートル、奥行き6メートルの木製の平板でできており、部隊装置などを収納していた。奥の壁は3階建てになっていて装飾が施されており、コリント様式の3本の柱が建てられていた。また、壁には悪天候の時に部隊を守るためのテント状の屋根が付けられていたと推測されている。壁岸には、現代では、アルルのビーナスの名称で知られる。 女性像が据え付けられていたとされる。この女性像は現在パリのルーブル美術館に展示されているが、発見時に右腕が失われていたため、現在のビーナスは当時の姿そのままではない。園形闘技場などとは異なり、劇場で観客たちに披露されたのは演劇であった。古代ギリシャ式や古代ローマ式の喜劇、悲劇、パントマイムなどがおそらくは、 上流の人々に供されていたのである。祭りの時に主として神々に捧げるための演劇の場合、観劇は無料であった。これは皆が参加できるようにするためである。アルルの劇場はデクマヌスの途上にあたるオチュールの丘の上に建てられた。建造は紀元前40年頃に始まり、前12年頃に完成した。装飾の豪華さはアウグストゥスからもアレラーテが 重要視されていたことを伺わせる。ギリシャの場合とは違って、この場所はディオニュソスではなくアポロンに帰属するものとされた。劇場は古世紀初頭までは使われ続けていたが、この頃に喜劇や異教の見せ物に激しい敵意を見せていた。キリスト教会はイレール大司教の下でサンテチエンヌ大聖堂建造のための石切り場として使うようになった。 おそらく6世紀末から7世紀初頭の間に劇場跡は城塞化され、ロラン島などの島も据え付けられた。次第に劇場敷地内は住宅や路地で切り分けられるようになっていった。邸宅が建てられたほか、特にイエズス会などの修道士会はこれ以上なども建てるようになった。1755年から1789年に日本の柱が見えていた。 修道院の中庭から劇場跡は再発見された。その発掘作業は1825年から当時の市長シャルトルーズ男爵のおかげで着手された。1840年には史跡の保存調査を行っていたプロスペルメリメのリストにも加えられ、1860年に発掘が完了した。現在では、 中世に城塞化した時の城壁に含まれている階段石の跡などしか残っていない。オーケストラはアポロンに捧げられた祭壇の壁岸の跡を留めている。また舞台を飾り立てた柱の2本も残っている。この遺跡は現在でもアルルの映画祭などに用いられ観客たちを楽しませている。ありがとうございます。